こんばんは、ジャンチーです。いつもありがとうございます。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。コメントも本当たくさんありがとうございます。アドバイスに関してもちょっと今回のこのバトルでね、回収できたらと思いますのでよろしくお願いします。というわけで現在モンスターボール級5レッツゴー、いくぞ。いや、これは公開するスタイルです。というわけでですね、現在1ヶ月モンスターボール級からマスターボール級へ目指してジャンチーのですねランクマッチチャレンジ始まっております。シュピー、これ上がるか上がらずで、今回の手持ちはこちらでいきます。でね、ほんと皆さん前回アドバイスありがとうございました。もうすべて見ました。そして対戦相手が見つかった。何も喋れねえ青いカラさん、よろしくお願いします。よし、ですね、ちょっと前回アドバイスをいただいて、まず耐久ポケモンがいないっていうのと、あとはですね、おすすめのパーティーを教えてもらったんですが、その中でちょっと一匹バイウールが気になったのでバイウールを入れてみました。モフ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 バイウールです。コットンガードバッチ固めですね。でやってきて、これ対する相手がね、生拳は入れようかな。ザシアン対策で入れるけど、ブラッキーとかはなんか多分硬い感じだよね。物理ウーラオス、レヒレさんとかが来た。レヒレさん先手だからウール使ってみっか。生拳入れてみようかな。ほんで安倍でベルタル入れておきますか。ちょっとこれでいきます。おっしゃー、本日初戦青いからさん、よろしくお願いします。さっぱりわからなかったこの感じ。とりあえずウールを使いたいからウール入れました。やっぱ実際に使っていかないとわかんないですからね。さあ、あ、カプレヒレなんで終わりですね。で、これ相手がカプレヒレを出してきたんで、うちのバイウールちゃんはですね、とにかく物理受けなんですよ。で、コットンガードでバチガキに物理を上げて、そのコットンガードで上げた分だけこのボディープレスが入るんで、その技で行きたかったんですが、それがあわよくばバトンタッチ。相手のカプレヒレは特殊だからで、全く意味がなりません。なんでポケモン変えます。じゃあ、イベルタルに変えましょう、ここは。いきます。これはもうですね、選出ミスですね。このレヒレが苦手なんだよな。あとうち電気ないわ。何してくるかな。あ、挑発。まあまあまあ、オッケーオッケー。だから向こうのウールがそういう儒教家系だから挑発をシンプルにしたんだと思う。で、ここはデスウィングですね。向こうが多分攻撃してくるから。てかフェアリー持ってるから攻撃をしてくる。あ、でもここあれだ。いけた。ってことは耐久か？シュバーン。まあまあそこそこ入るけど、多分上げてきて、フェアリー技でぶち殺されるんじゃないでしょうか。まあそうですよね。でもまだ向こうが実況化してないから、食べ残しだから、このカプレヒレヒレちゃんはおそらく耐久ですね。だからもう一回デスウィングを打ち込んで、にしよう。向こうがこれ実況化してなんかいろいろ積まれたら、やばい気がする。タイミングを見て殺されそう。デスウィングするぞ。白翼、おし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 、お急所来たんじゃねこれ。オッケー、回復した。でこれで向こう多分、あ、ムーンフォースで積みに来た。でもこれ耐える、耐えて、耐えないか。これはさすがに耐えんか。まあこれ耐えないか。ここでなり、そうするとミストフィールドやってるから生拳できないし、まあ、バイウルーちゃんになりますね。向こうの方は素早さが早い。でもこれコットンガードしたとしても防御が勝っても何の意味もないから、あ、でもその分ボディープレスが入るようになるのか。でも鉄壁とか持ったら積まれんのかな。それはさすが持ってないか。どうしよっかな。素早さ、コットンガードしてから、いやー、でも今ボディープレスやっても多分そんなに入んないよね。コットンガードにします。素早さは勝ってるから、やっぱ向こうはそんな速くないんだ、振ってなくて。でここで威力上がるでしょう。で何をしてくる。あ、なるほど。あ、じゃあこれ先にコットンガードやっといてよかった。え、これあわよくば次でいけんじゃないかな。まあ、ちょっと食べ残しあるけど、コットンガードで3段階上がって、ボディープレスは防御が高い方で与えるダメージがよるから、今のバイウールはコットンガードでバチ型だぜ。決めろ、ボディープレス、いくぜ。重いよ、ドリアン。これは向こうは何、これ怒ってる、これ死んじゃう。あ、大丈夫。何これ、はあはあはあ、あれでもこれ次でいけんじゃない。オッケー、でもこれでミストフィールド消えたから、まだ生拳ちゃんが生きるぞ。ほんだらボディブレスですね。これ控えのポケモンに物理が多いとかないかな。
そしたらこれも変えれないよね。だってうちボディープレスしか打てないから。オッケー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 。これでカプレヒレを倒す。ウールで倒せるんだね、カプレヒレって。このモフモフのこの毛玉ちゃんで。これで物理系が来てくれたら最高。まあ。これどうなんか、これはちょっと悩ましいところだな。これカイリキのマルチスケールだったら最初の技があんまり効かないから、でも素早さは微妙なところ、バイオル結構あるけどカイルには負けてんのかな。あ、でも挑発だからどっちにしろできないんだ、溶けてないから。ボディープレスだね、どっちにしろ打てないから。素早、あ、向こうのが早い。あ、じゃあこれはもう死です。あれ意外と致命的。あれこれあるかもしれない、あるぞ。まあでもこれ向こうの特性が、まあルチスケールだな絶対。オッケー、溶けた。まあ溶けて、でも向こうは何を出してくるんだ。でも絶対さ、向こうもさ、こっち倒したいからコットンガードだなこれ。あ、オッケー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 、なんだ、オッケー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 、うちのウールはどん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 ボディープイカ効くようになるぞ。だがしかし、モフモフの弱点、炎技を受けるとダメージが2倍で促進になるんで、シンプルボディプでいっとくか。向こうカウンター打ってくるかな。あ、早いのね。まあ、でもこれそんなに。あ、残った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 、いけるぞ、あるぞあるぞ、ボディプでいけ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 。オッケー、シャーショックだ、シャー効くぜ、ウール。このモフモフちゃんの力が。オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ。ちょっとまあこれでも向こうが早いんだけど、ダブルウィングだったら絶対に耐える。でもマルチスケールとしてもいってるから、これはボディープレスいけ、激重。あれか、炎パンチって物理の炎技だから、元からコットンガードで今ガチバキに上がってるところだから、モフモフなったとしてもあんまり効かないんだ。特殊系の炎技だったら多分うちはもうただの羊の丸焼きになってたから、ボディープレスいくぜ。オッケー、大丈夫、耐える耐える耐える。オッケーオッケーオッケー、ごめんなさい、行くぜ、ここで決める。オラーですか、オッケー、よっしゃ、してきた、おっしゃ、羊の勝ち。葵さん、ありがとうございました。これはもう皆さんのアドバイスで勝ったっていうことですから、いやー、ありがとうございます。いや、もう絶対終わったと思ったけどね。でもやっぱあれですね、コメントでもいただきましたけど、負ければ負けるほどですね。1m57cm さん、よろしくお願いします。またリヒレがいるな。でもこれも待って、ゴリラ、ドラパル、ちょっとネクロスもわかんないけど、ランドもいるし、ウールちゃん入れてもいいんじゃないですか。これさっきの教訓で、レヒレが来るってなると、あれはさっきなんとか勝ってたけど、ちょっと積むんで、トゲちゃんとか入れといた方がいいのかもしれない。ってなると、まあ、バイウールは先手じゃない方が良くって、ここで行こう。1m57cm さん、よろしくお願いします。あ、ランドか、ウールでもよかったな。これまずいな。まあ威嚇後で攻撃下げられても意味ないけど、ちょっとこれ悩むな。うちのトゲちゃんなんですけれども、ちょっとコメントでもアドバイスいただいて、天の恵みトゲにしております。こちらはでこだわりスカーフを持たせているんで、まあ、素早さは絶対勝つんですけど、同じ技しか打てません。天の恵みで追加効果が入りやすくなるので、エアスラッシュ、このね、ひるみが効くんですよ。まあこれちょっと見たいですね。エアスラでいってみましょう。おれよ、ひるめ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 、しゃあ、こっちということで、ちょっとエアスラッシュをもう一回ぶち込みます。いくぞ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 、エアスラッシュ、ひるめ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 、もう一回ひるめもう一回ひるめもう一回ひるめ、来るか来るか、あ、回復された。これ普通にシンプルに見か、いや、あるぞあるぞ、ひるめひるめ、いったー。
ここで決めるぜ。罪のエアスラッシュ、罪のエアスラッシュ、シュビーン、いっけ、うおー、ラドラストパー、これが天の恵みの害悪トゲキスと呼ばれるやつですね。悪、さあ来い来い、ビクトリー天の恵み、切断という私に勝利をもたらしてくれました。これがね、ジャパニーズホワイトデビルですよ。変わり座さん、よろしくお願いします。これあれだね、マウール使ったとしてもオーロンゲが来てたら挑発されて終わりな気がする。オーロンゲ来そうな気がするな。うち生拳もいるからね。虫バーン先輩もいるから、ジュラルドン、ドラゴン破壊でしょ、キロン、なんかオーロンゲ来そうな気がするんだよな。うちオーロンゲで詰まれそうな結構ポケモンが多い気がする。生拳とウール挑発されたら終わりだし、だから先手はちょっとこの2人では行きたくなくって、オーロンゲ読みだとすると、どうしようかな。まあこれで行ってみるか。困った時の生拳でいこう。よし、OK。変わり座さん、よろしくお願いします。あ、マッシブーンでした。ってことはウールもオフでもよかったですね。あとダメか、ここで OK だ。虫バーンだから、あ、これエアスラでいいですね。いきますわ。さあ、ジャパニーズホワイトデビルの力を発揮されるんでしょうか。おい、まあでもうちはもうエアスラしかいけないですから。あ、やっぱでもオーロンゲやっぱいたね。これイベルタルに変えます。オーロンゲは絶対にここにいるっていうことは、うちの挑発で多分そういうのを封じたい気がするから、攻撃ご利用してオーロンゲを突破したい。まあ、壁張られる可能性あるけどね。これ挑発じゃない？あ、電磁波で麻痺か。でも大丈夫、効果なかった。なんで効果ないんだ、なんでだ、誰か助けて。なんでイベルタルには電磁波が効かないの。え、じゃあ、デスウィング打っときます。なんで？バグ？なことね。ランクマッチに全てには理由がある、突破！なんで？え？特性？助けてー素早さ、これ、あ、キュレムスカーフ持ってる方もあったね。ってなると撃たれた時のことアンパイ考えたらデスウィング、まあちょっとアンパイで悪の波動いっときますか。キュレムが何キュレムかどんな感じか分かんないからな。あ、でも素早さこっち勝ってるから、あ、オッケーオッケー、いい感じいい感じ。で向こうは何よ。あー、これはきついね。あ、いや、あー、まあこれじゃんし。っていうことは悪の波動で正解でしたね。だいぶ削れたからありがたい。だからこれであれじゃない、もうトゲキス行って、うちスカーフ持ってるんだからマジカルシャイン、あー、エアスラッシュでもいい、あー、まあちょっと使えよ。で行って、うちの方が、向こうはスカーフが持ってないから絶対にうちの方が早い。でここで悩むのは、いやでもエアスラで落とせるな。エアスラで行くわ。うちスカーフ持ってるから同じ技しか一生使えないんですよ、一回繰り出すと。でこれ向こう変えてくるかもしれないし、まあ、変えては来ないかな。オッケー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 。で、ここでこれで多分いけるはず。うわっ、あー、これはきつかった。あー、じゃあこれは、いや、耐える、うちの時なら。オッケー、耐えた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 。ちょっとこれエアスラ使います。向こうが先、あ、でも大丈夫。オッケーオッケーオッケー、ここで確実に落として、オッケーオッケーオッケー。で、これでエアスラで確実に次のポケモンに一発いられる。でも相性悪いね。あ、できるかいけるか、いけるわいけるわいけるわいける、虫だからね、虫バーンはエアスラでいけるぜ、いっけー、ムキムキ、よし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 、いけ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 、いや、いいいいいい、だって向こうは物理でしょ絶対。だから生拳でこれは勝手に倒れてくれるパターンじゃない。いや、いけるいけるいける。待って、でも一応技の選択を間違えたくない。
いやでもどうせ接触技だから、まあ、カウンターだよね。特殊技持ってるわけないよね。オッケー。ナオコブシはゴツミを持っている。ここで痛い。よし、お勝った。変わり田さんありがとうございました。では皆さん、イベルタルになぜオーロンゲの電磁波が効果がなかったのか教えてください。